拾うのかなが心配です。いやー、ライガさん、ちょっと肩の状態心配ですね。そうですね、アダッキを起こしているのが、はい、どうね、ちょっとここらでは分かんないんですけども、これライガさん、もし仮にアダッキューということになると、これはどうなりますかね。いやいや、もう試合はさすべきじゃないですね。試合はもうできない状態ですか。はい、レスラーに聞いたらね、レスラーやるって言うんですよ、はい、どんな怪我をしてでもね、それを止めるのも会社ですし、ドクターなんで、ヒロミ、これね、決定的だな。俺とヒロミの IWGP ジュニアヘビー級選手権、早く組めよ。西森や、西森や、俺と石森はタイトルマッチ早く発表しろ、これ潰してやる。さあ、今回俺がリーゲルと対戦したい理由は2つ。1つは史上初の偉業を成し遂げた姿を全国のお客様に、ロス・インゴベルナブレス・ナポンを応援してくださる全国の皆様にお見せしたいから。確かに東京ドームから半年経ったよ。でもコロナの影響でほとんどのお客様に生でその姿をお見せすることができなかったんでね、その姿をお見せしたいなと。2つ目は現在の二冠王座について、俺はインターコンチネンタル王座を保持しながら IWGP ヘビー級王座を取りたかった。それだけだった。別に2つのベルトを統一したかったわけじゃないんだよ。なんか今日本のベルトでワンセットみたいな状況になってるけどさ、俺が求めてたものは、俺が目指したものはこれじゃないんだよね。まあその原因を作ってしまったのが俺であるならば、この現状を打破するのも俺の役目かな。前も言ったけど、俺は特別な機会を除いて、あとは別々で防衛戦をやっていきたいんだね。そういう方向に俺が持ってきますよ。じゃあちょっと高橋藍の状況がね、不安なんで俺見てきますわ。ではでは、アディオス。ヒロム、聞いたぞ。試合組めって言ったよな。その言葉が聞きたかった。現チャンピオンがやるって言ったんだから、それなりの舞台用意しろよな。あ、でも今日の感じじゃ試合できる？おい、ナイト、焦ってんのかお前。ああ、お前が神宮でもやりたいんだったら神宮でもどこでもやってやれ、この野郎、よく覚えとけ。